アルビントフラ、アブルビントフラを見て開運について考えてみましょう。アルビントフラ、1928年から2016年、アメリカの評論家、作家、未来学者。トフラーといえば1980年に出版した著書第三の波が特に有名です。第三の波を要約すると、人類はこれまで大変革の波を2度経験してきています。第一の波は農業革命、第二の波は産業革命、そしてこれから第三の波である情報革命が押し寄せてくる。トフラーは1980年の著書で、やがて情報革命が来ることを予言しています。まだインターネットが普及する前でのこの予言は、トフラーの卓越した先見性を感じます。当時から世界で最も有名な未来学者と評価されましたが、こうして年月が経ち、トフラーの見識の正しさを知るにつれ、評価は一層上がると思います。開運するためには、開運の元となる徳を積むことが重要です。これは私の主張の根幹で、これまでも何度も繰り返し述べてきています。時なき人に真の開運はありません。徳とは人に施しを行うことですが、その中でも最も大きな徳となるのが法施、法の施し。法施とは法を施すこと、平たく言えば教えること、教育すること。法施が徳行の主なる行為ですが、そう言うと人に教えることなど特にない、人のためになる専門知識など持ち合わせていないと思う人もいるでしょう。施しとは相手にとって必要な手助けをすることです。ちょっとしたことでもいいのです。先日駅のホームでキョロキョロしている年配の方がいました。どこに行きたいのかを聞いて乗り場を教えてあげたらですね、とても喜ばれました。こちらとしたら、ほんの些細なことでも相手にとってはとても助かることがあります。それをまずはしましょう。容易ですから。どうやってでしょうか。インターネットでできますね。今の時代、インターネットにより容易に情報を得て、容易に情報を届けることができます。スピリチュアルな世界でも情報革命が起きています。ホッセといえば難しく感じる人もいるかもしれませんが、インターネットのおかげで容易に行うことができるのです。昔は簡単ではありませんでしたが、今なら容易に有益な情報を入手し、多くの人に教えることができます。そう考えれば、それだけ徳を積むことが簡単になったとも言えます。そしてつまりは、それだけ開運するのが簡単になったと言えるのかもしれません。それにより、今後短期間で大開運する人も増えてくるかもしれません。トフラーは情報革命の予言はしましたが、私は情報革命による開運革命を予言します。今回はアルビントフラーを見て開運について考えてみました。